丸亀城は2018年に大雨や台風の影響で南西部の帯ぐるわと三の丸の石垣が崩落。4月の工事では市の担当者や鹿島建設、石工の3社によって崩落した石材がそのまま使える、手を加えることで使える、使うことができないなどの判定作業が行われました。その後、新型コロナウイルス感染拡大で4月23日から5月6日まで工事は休止。再開後はグラウンドアンカーを設置する位置の測量やモルタル吹き付けの準備などが行われました。モルタルはポンプで三の丸の石垣の高さに送られ、石垣を取り除いた箇所に吹き付けて雨や風による浸食を防ぎます。6月の工事では斜面が崩れないように押さえつけるグラウンドアンカーを打ち込む作業が予定されています。